意外と近くにガソリンスタンドがあってよかったです。安心、もう安心。さあさあ、この夕暮れ時の時間の海をね、楽しもう。いや、綺麗だわ、ほんと綺麗だわ。あー、素敵ですね。素敵、ほんと素敵。ゆっくり走れますねゆっくり走ってね、ちょっとこの時間をね、たっぷりと味わいながら走りたいと思います。雪が綺麗だよ。またどっかで写真撮らなきゃな。うん、写真撮らなきゃ。まあ、どっかね、バイク行ける場所あるでしょうから、そこでね、写真を撮りたいと思います。あー、綺麗綺麗。あ、海、やっぱ海沿いの道ってなんでこんなにいいんでしょうかね。さあ、いよいよね、いよいよもう七福神ね、もうだってお寺もね、全部コンプリートできたし、回れたし、一応食べたいね、海鮮丼も食べれたし、走りたい海沿いの道もね、走りましたんでね、いよいよ最終目的地である温泉をね、温泉を目指したいと思います。今日行く温泉はどこでしょうね、どこでしょうね。まあ、どっかあるんですよ。実際、岩屋港の近くにもありましたんで、まあ、そこでもいいんですよね。温泉を目指して走ります。うん、本当にいいね。このマジックアワーの時間帯は本当にもう最高だね。本当最高です、最高です、最高でーす。こればっかりだ、もうこればっかりだな。あー、若干気温も下がってきましたね。ちょっと肌寒くなってきた。まあ、まだ太陽がね、出てるんで、まだまだ厳しい寒さにはならなさそうですけどね。今日はできればね、このままビンモリさんの電熱ベストも出さず、オーバーパンツも履かずで終わりたいですね。まあ大丈夫だと思うけどね、温泉に入ってからがちょっと問題かな。ほいほいほい、はい、赤信号で。温泉に入ると冷えちゃうからな、うまいこと、うまいこと。だから岩屋港の近くの温泉に入った方がいいですね。で、あったかいうちに帰れるところに、あったかいうちにハイゼットまでたどり着けるところに行くべきですね。あるでしょう、確か。うん、あるはずだ。夕日を感じながらね、走ります。今日はでも、あー綺麗だな。今日は今日で夕日綺麗ですよ。ちょっとね、夕日が真後ろになるんでね、ちょっと見えにくいですけども、ただこのマジックアワーの海を見ながら走れるんでね、非常に気持ちいいね。うっとりしちゃうね。この時間帯の海がね、僕すごい好きなんですよ。ちょっと薄暗くなっていく海、まあ空と海と境界線がすごくこう不思議な感じで変化していくんですよね。濃くなったり薄くなったり一緒になったりで、どん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 暗くなって見えなくなってくるし、そのね、で海の存在感がすごいこう怖くなったりもするし、優しくなったりもするし、すごいね、その不思議な感じの時間帯、この時間帯の海すごい好きなんですよね。昔友達にサーフィン連れて行ってもらった時も、この時間帯のもう本当暗くなるギリギリまでやってたんですよね、海でね。そしたらやっぱりね、この時間帯に海の中にいて、なんか不思議な気持ちになりましたね。もうなんかうっとりしちゃったんだよな。
この時間帯のね海が本当綺麗でね、うっとりしちゃうんですよね。でボケーって眺めちゃうんだよな。あ、板垣神宮まで1キロ近いな。まあでも今日は七福神だから、そうだよね、今日は七福神だから。あー、マジカワです。あー、すごい、マジカワです。岩山で25キロと出ました。この直線距離で多分25キロ、極力直線で多分25キロだと思います。遠回りするとおそらく30キロぐらいはあるでしょうね。まあって考えたら1時間以内ですよね。うまくいけば40分ぐらいですから、まあそろそろお風呂に行こうかっていう体制になってもいいね。あー、マジックアワー、あー、ほんとうっとりマジックアワーですね。これ雲が出てきたな。今もう5時かな、5時17分です。もう日が暮れますね、日が落ちますね。あー、せめて明るいうちに温泉にたどり着きたいとこですね。これだからまあこの時間帯でハイゼット空母にまあ帰還することができなかったということは、まあまあまあどっちみちお風呂に入ってね時間過ぎたら絶対夜になっちゃうから、まあそれはもう諦めましょう。それよりも温泉に行くと、温泉はどこだというとこですね。温泉に行きましょうよ、温泉に。いや今日は気持ちいいな、ほんと気持ちいいな。いや淡路島一周っていうのは本当楽しいね。何周かしていいな。あ、何周してもいいな。リピーターになりますねこれね、絶対。近いしね、大阪からね今日はハイゼットに乗って岩屋港に行くまで1時間ちょっとですので、まあまあ近いですよ。ちょっとこれは病みつきになるなぁ、これは癖になるなぁ。うわ綺麗、めっちゃ綺麗。今この時間の夕日がすごく綺麗なのを見せたい、見せたいから、ちょっとどっか場所があったら泊まります。この辺りのお家は結構綺麗な夕焼けを毎日、毎日じゃないけど、まあ前割とよく見てんだろうなぁ、羨ましい。いやー羨ましいなぁ、本当に。あー、マジックアワー、ほらもう今皆さん見てますよ、マジックアワーの夕焼けに染まる海。あー綺麗だわー、素敵だわー。うわー、いいですね、本当いいなぁ。あー最高だ、うっとりしちゃう。やっぱこの時間帯の海は好きだな。うん、この景色大好きだ。写真撮りたいですね。今写真撮影をしておりました。かなりかっこいい写真撮れましたね。っていうかこの景色素晴らしいな。なんかじーっとここでね海を見てしまいます。はー綺麗だな。もう太陽はねおそらくもう沈んだでしょうね、雲の向こう側ですけども、光がね不思議な光してますね。空はまだ青いのに海に近づくにつれ赤くなって、で海もね反射して赤いですからね。
でちょっと雲がね、大きい雲がバーッとこうかかってますが、そこがグレーになってて、まさにマジックアワーですね。これはいいな。今日はいい旅です。いいカブの旅だ。本当に温泉入ろう。温泉行こう。よいしょ、寒い、寒くなってきた。ここに椅子とかあったらずっと座って見てるかもしれないな。素敵ですね。さあ、そしてね、海岸沿いね、あのルパンのね、もう一個の歌を歌いますかね。わかるかな皆さん、あのもう一個の歌っていうのは。いやー、まあ海岸沿いでいい時に、いい良きところでちょっとね、鼻歌でも歌ってみましょうかね。もうだいぶ淡路島の北側にね、来ましたね。やっぱ冷えてきましたね。日が落ちてだいぶ寒くなってきました。いや、いい、でもいい時間だな本当に。